2020年の4月の6日です。ゴールデンウィークの最終日、本日は水曜日でございます。今、ベリーへの誘引をしております。長さが微妙に、まあ、枝の長さが足りないと折れたり折れやすいので、あ、もっと口を見よらないか。もっと口というのはこのメザのヘッチョやったら ねじくらないかの部分が、これやったら大丈夫というメザが、これやったら向こうに向いていたりすると、まあ、これよかろう。今戸田果樹園の垣根仕立てでは、いやね、上に難しい、やりやすいと。これじゃないやけん、この方向へ持ってきたら持つんや、まあ、ありますね。歯をしゃぶない、歯を、歯だけ焼けとかな、余分せないか。いや、直していって、お前歯しゃいだりくんや。いや、よう伸びとるわ、これ。今は新梢の長さがだいたい20センチほどになっております。下垂は、そうですね、5センチぐらい。ちょっとね、ちょっとやって、どうもな。これがいかんない。あ、これもいける。これも針金であるといける。この機械を使って、このテープなというのを使って。機械よ、これ。あ、これ引いてらないかわ、ちょっと。ちょっと錆び取るね、向こうは。向こうや。うん。ここ油引いたらいいよ。こういうとこういうと。あ、ほうなんや。油引かないかな。油引いたら、軽なるみたいなんで。遠いやつだな。聞いて、行かないか。こういうのがね、まあいかん。ちょっといかねるや。折れるぞ、いくら。誘引をしています。危ないとこや。危ないとこでした。鶴を、これなんか鶴もしっかり取っていきます。下垂はもう一つにこのようにしているので、大体2から3個あったんですけれども、1つにしていってます。いや、できない、やっぱり息みたいです。樹齢で言うとおよそ20年から20年ほどの、ニューベリーエの木になります。まあ、どんどん、このように誘引をしていくんですが、棚が暗くならないように、生い茂る前に、整理して、しっかり、葉っぱに、光が当たって光合成をするような目的でやっております。どこで放送しようか。あ、折れた。放送しようか。折れたんや。あ、このようにやる時やると折れてしまうんですが、ただ脇芽からまた枝が出てくるんで、ならないことはないです。ちょっと折れてはしまうんですけれども、折れてこのように折れてしまうんですが、マジで、まあ、じいちゃん88歳なので、まあ、放送しよんかというふうに言ってたんですが、まあ、YouTube はあまりわからないとは思うんですが、何回か出演してもらってます。まあ、弱ない、本当に広い県は、まあまあそう。広い県、使
作るんが大変だというふうに言っております。手を余すというような。余すや、僕らの取ったらしやない。農家の目線の今作業動画です。これはクイーンセブンですね、植えた。まあこんな感じになってます。これ2個の配分、下水は5センチぐらいです。はい、ありがとうございました。え、どれだ、これか。3、2、1、チャンネル登録よろしくお願いします。